こんにちは、親父でございます。今日はね、ベーシアに行って明太子おにぎり、鮭おにぎり、マグロ醤油おにぎり、とんかつ、ちくわ天の中にツナマヨが入ってるやつ、若鶏の山賊焼き、山賊揚げ、塩、ツナコーンサラダ買ってきました。それではね、いただいていきたいと思います。うん、そう、安いのは美味しい。美味しい。うん、安いのは美味しい、嬉しい。うん。全然入ってないです。100円ぐらいなんで、こんなもんかな。でも美味しいです。おにぎりは。鮭だな。一応新潟県産コシヒカリって書いてます。結構大きめの鮭が入ってます。とんかつが揚げたてなんで、ちょっと食べてみます。ソースが、ソースをもらえなかったので200円です。でもそこそこ入ってる。これで200円だったら安いわ。でも美味しいけどね。じゃあ、おにぎりの鮭はすごい大きかったです。山賊揚げ持てません。はい、うん。じゃ両方当たり？当たり。じゃこれ美味しい。結構塩コショウがさ、コショウが効いて美味しい。うん。カリカリ美味しい。うん、そう。それはある。おいしい？うん。ごま豆で欲しい。こっち行きます。でも両方買ってもいいわ。買って帰ってもいい。うん。ネギが入ってる。ネギトロみたいになってる。長ネギが入ってる。うん。シャリシャリもある。ちょっとシャリっぽくある。いいね。うん。悪くない。これで100円？これで100円ぐらい。うん。98円。やっぱりこう、コスパは悪くはない。うん。サラダとかは食べちゃいましたよ。多分もうすぐ見ればわかる名前は。うん。お汁が垂れる。これ？出た？違う、これじゃない。あ、これじゃない？うん。何かな。これもいいよ、したら。うん。これも無料だし。あの、
ベイシアのおにぎりとお惣菜、美味しかったです。ごちそうさまでした。それではバイバイ。